ブリーバンデ・カンプはアメリカ合衆国の ABC デスパレートな妻たちに登場する架空の人物。このドラマの主人公の一人、演じるのはマーシャ・クロス。日本語版吹き替えは渡辺美佐。自宅ウィステリア通り4354番地在住。旧姓はメイソン。オーソンとの再婚で現在はブリー・ホッチと名乗っている。保守本流の共和党員で、 全米ライフル協会に所属し4丁の銃を所有する。敬虔なクリスチャンで信仰心は深く、長老派協会に通い、キリスト教保守派に近い倫理観を抱いている。また、愛国主義を仰ぎロナルド・レーガンの肖像写真を自宅に飾っている。主婦業では、マーサス・チュワー・トバリの家事能力を発揮し、友人たちに一目置かれている。完璧主義者で、 自分の価値観を過信するあまり、それを家族にも押し付けて反発を買ってしまう。育ちがよく淑女の振る舞いを身につけているが、世間知らずな面もある。フェアビューの上流者公会の一員でパーティーを開くのが好き。再婚したオーソンとは互いの欠癖で完璧主義な性格に共感しており、またリバタリアンのオーソンとのセックスで初めてオーガズムを経験した。 1962年、米ロードアイランド州にブリー・メイソンとして生まれる。10歳の時、母親からマスキングについて教わる。これによりブリーは感情を隠すことを学び男性に傷つけられることを自ら防いだ。その直後の1972年のクリスマスに母親が自動車事故にい病院で死亡する。事故発生時、ブリーは自宅におり、 道路に飛び散った母親の血をきれいに掃除した。その後彼女は安堵した。母親の没後、彼女の父親はエレノアと再婚しする。ブリーはママ母から尊敬を集めなければならなかったので、とても一生懸命働きました。エレノアはママ娘に、彼女はとても幸運で、美しさ、基狡猾さ、洞察力を持っていたと言いました。 すべての女性が世界で生き残るために必要な武器です。彼女のお父さんは娘の面倒を見て彼女を古典的な女性に育てようとしました。シカゴ近郊のレイクフォレスト大学に入学し、ボーイフレンドのタイグラントと婚約したが、レックスバンでカンプに出会い、二人は大学時代に恋に落ちた。ブリーとレックスは1987年に結婚しました。 ブリーは1988年に息子のアンドリューと1989年に娘のダニエルを出産しました。家族は1994年にフェアビューの4354、ウィステリアレーに引っ越しました。アンドリューがヤングズの裏庭からセラミックカイルを盗んだ後、彼女は地元の隣人や友人であるメアリー・アリス・ヤングとスーザン・ベイヤーに悪い第一印象を与えました。 ブリー、スーザン、メアリー・アリスは親友になります。1998年にリネット・スカーボがグループに加わりました。5年後、ガブリエル・ソリスの短くて難しい第一印象の後、4人の女性全員が元モデルを友人として受け入れました。突然レックスから離婚を切り出され、結婚カウンセリングに通うことで解決しようとするが、夫の言い分に納得できない。夫婦関係は、 こじれる一方で、ついにレックスが別居し、モーテルに移る。夫が自分に抱く不満は性的なものだと直感するが、打ち明けてもらえない。夫が離婚する方向で話を進めようとし、子供たちも平然とそれを受け入れる様を見て、家族の絆の脆さを痛感する。しかしアンドリューが、ひき逃げ事故を起こしたことで、レックスは家に戻り、皮肉な形で家族は元通りになる。 ブリーは一計を暗示て、息子の犯罪をもみ消すが、アンドリューが自分のしたことに、全く罪悪感を覚えないことに、同義的な怒りを覚え、罰として、息子のマリフハナ所持を学校に密告する。レックスの不倫を悟るが、その相手は、社交仲間の一人で、密かに自宅売春をしている、名シーだった。彼女から、まだレックスは貴女を愛していると聞いたブリーは、 怒りと屈辱から離婚を決意。ところが、父親の不倫を知らない子供たちの手前、名シーの家で心臓発作を起こし病院に運ばれたレックスを引き取って看病せざるを得なくなる。夫への復讐のため、手始めにかかりつけの薬局に勤めるジョージとデートを始めるが、銃の試し打ちの最中にジョージに迫られたため、驚いて彼の足を打ってしまう。 ブリーはジョージには気持ちがないことを伝え、夫を愛していると告白する。ジョージは、表向き許すが、密かに彼女への執着心とレックスへの嫉妬心を育て、レックスの治療薬をすり替え始める。レックスへの愛情を否定できないブリーは、夫とやり直す決心を固める。レックスが隠す性的な悩みがマゾヒズムだと打ち明けさせ、動揺しながらも彼を満たすために SM を、 夫婦生活に取り入れる。一方、子供たちが家庭に新たな問題を持ち込む。ダニエルがジョンに純血を捧げるつもりなのを知り、ジョンに頼んで娘を手ひどく振らせる。また非行や母への反抗を重ねるアンドリューを不良構成キャンプに送らざるを得なくなる。ところがアンドリューはゲイだと告白。激しく動揺したブリーは息子を家へ連れ戻し、 強制を試みるが、その過剰反応が、息子との間に過婚を残してしまう。ジョージとの友達付き合いを再開するが、やがて夫の指摘する通りジョージがまだ自分を、慕っていると気づき、交際を断つ。ジョージは、家人不在の番でカンプ邸に侵入し、体の弱ったレックスの薬を元に戻すが、ついでに入った夫妻の寝室で、レックスの SM 思考に気づく。ブリーはジョージから、 夫が夫婦での SM プレイを同僚に不意調していると聞かされ衝撃を受ける。このことで夫と口論になり、レックスが二度目の発作を起こし入院。病室でこれまでのことを水に流し、手術を待つ夫との絆を確かめ合う。しかし手術の前日、病院から家にレックス死去の方が入る。溢れる悲しみを抑えきれず、一人涙を流すブリーの姿がそこにあった。 レックスの葬儀に呼んだシュートメフィリスが、ブリーとジョージとの関係を不倫と誤解して、警察や保険会社に密告、ブリーは夫殺しを疑われる羽目になる。レックスの遺体が掘り起こされ解剖に回されたと知った、ブリーは疑いを晴らすべくポリグラフを受けるが、その質疑応答で、ジョージへの自分の隠れた気持ちに気づく。また、レックスの遺体を引き取った際、 刑事に夫が自分に毒殺されたと思っていたと聞き、激怒。夫の棺を墓とは別の場所に埋め、友人たちの前で結婚指輪を投げ捨てる。さらに、レックスを忘れようとジョージとの本格的な交際を始めるが、夫への低層関連を払拭できずに悩む。やがて、ジョージの不意のプロポーズを許諾してしまうが、ジョージを深く愛してはいない自分に気づく。 婚約後、ジョージはブリーへの異様な執着心をあらわにし、恐ろしくなったブリーは、婚約を破棄するが、ジョージは、必要に復縁を迫る。そんな中、怪我をしたゴールドファインの見舞いに出向いたブリーは、彼がジョージに襲われたと悟り、警察に通報する。その夜、町のホテルの事前晩餐会に出席していたブリーは、会場の一室に、ジョージが隠れていることを知り、直後に、 警察から夫を殺害したのは、ジョージだという証拠が見つかったと電話で聞いて、愕然としながらも、ジョージの部屋へ向かう。ジョージは睡眠薬を大量服用して、狂言自殺を試み、ブリーに、彼を救わせようとしていた。真実を話すよう求めるブリーに、レックス殺害は、君が望んだことだとジョージは返答する。月光したブリーは、救急車を呼んだとジョージに信じ込ませ。 そのまま死に至らせて部屋を後にする。ジョージによるレックス毒殺が表沙汰となり、その原因が母親を巡る嫉妬と,と知ったアンドリューの激しい反発に直面するブリー。ストレスから深酒に走るようになり、失態が目立ち始める。やがて口論でアンドリューをぶったために、これを虐待にこじつけたアンドリューが独立を求めて訴訟を起こし、 窮地に立たされたブリーはアルコール使用障害患者として男子会に通い始める。ブリーはそこで男子会の世話役ピーターと知り合い行為を寄せるが、彼がセックス依存症を患っているために交際はプラトニックな形になる。アンドリューとの訴訟問題を何とか優位に切り抜けたブリーだったが、ピーターの依存症を知ったアンドリューは母への復讐心からピーターと関係を持つ。 息子との確執に疲れ果てたブリーは、もう一緒には暮らせないとアンドリューを遠方の山の中に置き去りにしてしまう。さらに娘ダニエルが、精神的に不安定な母との生活に息を詰まらせ、恋人マシューと共に家で、家族を失い途方に暮れたブリーは、呆然自失のまま精神病院に自ら入院する。しかし、 マシューの母親ベティから、マシューが殺人犯だと分かったと聞かされ、娘を助けようと退院を許可しない病院を強行手段で脱出する。ダニエルとマシューが生活資金を補充するために戻っており、ダニエルが引き止めようとしたブリーは、マシューに銃口を向けられる。ま一発でマシューは、ベティの呼んだ警察に射殺され、ブリーは娘を守りきることに成功した。数日後、 病院での脱出劇に合わせた、司会、オーソンの訪問を受け、ブリーの新たなロマンスが始まる。半年後、ブリーは、オーソンのプロポーズを受けて婚約。しかし婚約披露パーティーに現れたキャロリンに、オーソンには失踪中の繊細アルマを殺した疑いがあると聞かされる。不安をかき消すため結婚を急ぐが、スーザンたちから、オーソンの殺人容疑にかなり信憑性があると聞き、思わず、 結婚式の最中に、オーソンに戦災を殺したか尋ねてしまう。その後も、オーソンを人殺し扱いするキャロリンに腹を立て、仕返しに、キャロリンの夫と死亡したモニークとの不倫を教えたところ、キャロリンの立てこもり事件を招くことになる。ブリーは、オーソンの母グロリアが近くの老人ホームにいると聞いて、彼女を尋ね、そこで、オーソンとグロリアが深い確執を抱えていると知る。 オーソンの反対を押し切ってシュートメグロリアを家に迎えるが、当のシュートメから、オーソンもまた繊細アルマを裏切り、モニークと不倫していたことを教えられる。オーソンの周囲の女性が次々に殺されたり、失踪しているため、不安になったブリーはオーソンを追い出す。モニーク殺害容疑でマイクが逮捕された後、オーソンに不倫の事情を聞いて和解し、反対にグロリアを追い出す。 ついに失踪中のアルマが現れ、オーソンの戦災殺害の容疑は晴れるが、グロリアと結託するアルマが向かいの家に引っ越し、ブリーは不安を隠せない。ブリーはアルマの家からモニークの葉を見つけ、さらにアルマはオーソンをレープ、ブリーの怒りと不安は最高潮に達する。ついにオーソンは母をかばって隠している、モニークの死に関わる秘密の全容を明かす。 またブリーはグロリアがオーソンとアルマとの復縁を格索し自分を覗こうとしていると知る。ブリーの命を狙うグロリアは彼女を罠にかけ転落事故に合わせる。さらに退院して家で療養していたブリーが一人きりになると自殺に見せかけてブリーを殺そうとする。危険を察知したアンドリューが帰宅するがグロリアに襲われて失神する。だがオーソンも また妻の身の危険に気づき、寸でのところで、グロリアの手からブリーを救出。その直後のグロリアの脳梗塞とアルマの事故死で、ホッチ夫妻の避難は去る。子供たちの問題にも悩みは尽きない。ブリーはアンドリューが、ホームレスになっていると知り、バミューダ諸島へのハネムーンを中断して、アンドリューのいる貧民街に向かう。息子に冷たく追い返され、落ち込むブリーを見たオーソンが説得に赴き、 結局アンドリューは家に戻ってくる。しかし今度はダニエルが高校の歴史教師ファラキと付き合っていることが明らかになり、ブリーは娘の激しい反抗を受けつつも何とか二人を別れさせる。しかしその後ダニエルはイーディの甥いであり、親友、ジュリーのボーイフレンドであるオースティンとも関係を持ち、ついにオースティンの子供を妊娠してしまう。オーソンの事件が落着した直後、 スイスへのハネムーンを控えて実家に滞在していたブリーはオーソンからダニエルの妊娠を聞かされる。このスキャンダルを隠すため娘の子供をホッチ夫妻の子として育てると決心したブリーはダニエルを女子修道院に遊兵し出産まで身を隠すよう命じる。数ヶ月後、ウィステリア通りに戻ってきたブリーは妊娠を装って友人たちの前に現れる。 妊娠を装って、友人たちの前に現れたブリーは、モールで知り合いにお腹を触られそうになったり、バーベキューフォークがお腹に刺さったりと、たびたび際どい場面に出くわす。オーソンは、バレるのは時間の問題であり、ここでやめておいた方がいいとブリーを説得するが、過去に自分の責任で、子供たちに良い子供時代を送らせてやれなかった、もう一度子育てのチャンスが欲しいというブリーの思いを知り、 偽装への協力を継続することを決意する。ある日、アンドリューがスクーターをもらえなかった腹いせに、スーザンたちを招いてシャワーパーティーを開き、ブリーを困らせる。さらには、レックスの母、フィリスも招かれており、驚いたブリーは追い返そうとするが、その際に偽装妊娠がバレてしまう。フィリスは全員の前で公言しようとするが踏みとどまり、おとなしくブリーの元を去った。 しかしその後、ダニエルを修道院から連れ出し、自宅に置こうとする。ダニエルもここで子供を産んで育てると言って、動かなかったが、それは母性からではなく、修道院やブリーの元よりも自由であるという理由からだった。それを察知したブリーは、マイアミへの大学進学とコンバーチブルをちらつかせて、ダニエルを自分の元へと帰るように仕向け、ことなきを得る。そして、 フィリスにもたまには、生まれたこの顔を見に来てくれれば歓迎すると言い,い、和解する。自宅に戻ったダニエルは部屋に閉じ込められ、退屈な日々を送る。そんな時、ボブとリーが、ハロウィンパーティーを開催すると言い,い、ダニエルは行きたがったが、ブリーに当然のごとく制止させられる。しかしブリーたちがパーティーへ行っている隙をついて、自分も、かつてのブリーの格好に変装して、パーティーへ出席する。 それを見つけたブリーは、急いで連れ帰ろうとしたが、ダニエルはその場で破水してしまい、急遽自宅で出産することになる。その時パーティーに招待されていたアダムも一緒に連れ帰り、固く口止めをして赤ん坊を取り上げてもらう。その後、子供に興味も示さなかったダニエルが、涙ながらにして我が子に別れを告げたのを見て、ブリーはいずれダニエルに母性が目覚めるのではと心配する。 そして、ダニエルは約束されていた大学へと向かった。自分の料理本を出版し、ケータリングビジネスを成功しているところから始まる。オーソンはマイクを引き逃げしたために逮捕され刑務所に収監されるが、その後和解する。ブリーは、オーソンの出所を待っている間、ダニエルが帰省し、息子のベンジャミンを連れて生きブリー完全に一人になった。後輩したブリーは、 アルコール依存症に再発したが、キャサリンの援助もあり克服する。ブリーは彼女のキャリアを最優先したため、時には友人を遠ざけ、オーソンの関係にも亀裂を生むこととなる。それに報いるためオーソンは盗みを始める。それは彼が失礼だと感じた人々を罰するため、またブリーを傷つけるためであった。オーソンは盗みをやめると誓うが、ブリーは 彼が、老馬に強盗を働き怪我をさせたことを知る。また、オーソンが、老馬は認知症であると周囲の人に吹聴しているのを見て、彼を見限る。その後、離婚弁護士として、カール・メイヤーを雇う。カールはブリーに、自身の貴重で高価なものを保管ユニットに隠し、離婚手続きでそれらを没収されないよう自作自演の、強盗事件を明かすよう彼女に説得する。しかし、オーソンは、 ブリーの計画を密かに知り一緒にいない限り、保険金詐欺のために彼女を刑務所に送ると脅迫する。ブリーは結局それに従うが、カールと情熱的なキスを交わす。最初のエピソードでは、ブリーは結婚が緊張しているにもかかわらず、カールと一緒に寝ることを望んでいません。しかし、オーソンは彼らの関係を救うことを決意し、幸福のために、 罪悪感が時々必要であるとコメントし、彼女が彼と一緒にいるように恐喝の使用を擁護します。ブリーはこのモットーを自分のものとして捉え、カールとの関係を完成させます。ジュリーが襲われて入院した時、ブリーはスーザンがカールと付き合った友人とはもう話さないだろうと聞いて、スーザンの友情を失うのではないかと心配している。しかし、カールの脆さはブリーに、 彼女が必要だと確信させ、彼女は彼のために落ち始め、彼らが同じイベントに出席し、カールが別の女性を連れてきた時に、彼女の気持ちを認めました。これは彼女のビジネスから気をそらし、イベントが台無しになった時のキャサリンの不安定さの程度に気づくだけです。ブリーは彼女を解雇し、新しい隣人であるアンジー・ボーレンと知り合った後、代わりに彼女を雇います。 一方、カールのロマンチックなジェスチャーは、彼らの事件を隠すのを難しくします。疑わしい、オーソンはアンジーにブリーをスパイさせます。彼女はその試みを発見しますが、ブリーと対峙します。ブリーは、オーソンとは、知的に、カールとは、性的に繋がっていると説明し、彼の約束は変わるにもかかわらず、彼らの関係は、物理的なものになるのではないかと、心配しています。 ブリーの恐れは、スーザンが彼女とカールについても知った時に実現します。彼らは戦うが、彼女の最初の不幸にもかかわらず、スーザンは最終的に彼らに彼女の祝福を与える。オーソンから逃れるために、カールはブリーが彼を脅迫することを提案し、彼女は彼が仮釈放を破った証拠を持っていることを示し、離婚を要求する。あぜとした、オーソンはブリーに、 詐欺のために彼女を刑務所に送らないと言い,い、荷造りに行きますが、カールとの彼女の関係を発見します。彼らは戦い、ブリーは介入を試みますが、飛行機がミステリア通りに墜落すると、カールは殺され、オーソンは麻痺します。罪悪感を感じて、ブリーはオーソンが彼の世話をすることができるように家に帰ると主張します。しかし彼は彼女の不定にうんざりして、 利用します。マナーと個人の衛生状態の欠如に腹を立てた、ブリーは彼を怒らせますが、彼が今の生活にどれほど怒っているかを説明すると、止まります。ブリーは助けたいと思って、二人の障害者を尋ねさせますが、オーソンは彼女に自分を殺すように頼み、誰も彼を愛していないので死にたいと言いました。ブリーは尋ねられた時、言葉を言うことはできませんが、オーソンが、 そのような情熱を持った老夫婦のパーティーで溺れようとしているのを見ると、ブリーは彼女がまだオーソンと一緒に仕事をしたいと思っていることに気づきます。彼女は彼女がどれだけ気にかけていて、かつて持っていたものを取り戻したいと彼に話すことによって彼を止め彼らは和解します。サムアレンという若い男がブリーを訪れ新しい助手として自分自身を提供します。 サムのスキルに感銘を受けたブリーは、アンドリューの怒りに彼を副大統領に昇進させました。サムの家を訪問している間、ブリーは、レックスとサムの写真を見て唖然とします。サムはレックスが彼の父親であり、レックスが彼よりも彼らを選んだ理由を疑問に思って、ブリーの家族を何年も見ていたことを認め、母親の死後、ブリーに会いに来ました。これにショックを受けたブリーは、 サムを彼女の人生に迎え入れましたが、サムが下心を持っていると疑っているアンドリューと対立していることに気づきました。サムはブリーにアンドリューを解雇させる計画を立てていますが、彼女とアンドリューが愛憎関係にあることを明らかにした後、アンドリューが戻ってくる可能性があります。アンドリューを疑って彼女が妨害された夕食についてオーソンに話した後、オーソンはアンドリューは それがよく計画されていたので責任がないと言い、ブリーはサムの本当の意図を疑った。彼女はサムの母親がまだ生きていることを発見し、サムがレックスからの手紙を見つけ、彼を完全に看護することを申し出たことを明らかにした。ブリーは彼の嘘についてサムに立ち向かい、彼は去る前に怒って花瓶を壊します。彼女はアンドリューに謝罪しますが、彼とオーソンに、 彼がどのように反応するかを恐れてサムを解雇しないと言います。シーズンフィナーレではブリーはサムを解雇しようとしますが彼はアンドリューが何年も前にカルロスの母親をどのように駆け抜けたかを知っていることを明らかにすることで報復します。ブリーが会社の支配権を彼に引き渡さない限り彼は警察に告げると脅した。ブリーはそうすることに同意しサムが 家族の一員になるチャンスを失ったことを気の毒に思い、誰もその男を本当に気にかけないのではないかと疑っています。アンドリューが何をしたのか知らなかったオーソンはマイクの引き逃げのために刑務所に行くよう要求したがアンドリューの犯罪を隠したという偽善についてブリーを呼びかけた。彼はこれについてブリーに愕然とし、激怒し、引っ越しを発表します。ブリーはアンドリューに オーソンが正しかったことを知っており、ガブリエルに告白しようとしていると語った。ブリーはカルロスの母親であるママソリスの死を隠蔽することを告白します。ガブリエルは夫に言わないことを選びます。彼女の元夫が別れたわずか1週間後に、新しいガールフレンドを持っていることを発見した後、ブリーは彼女の家の1階を改装することに決め、 キース・ワトソンを雇いましたが、彼に惹かれました。車から彼を見ている間、彼女は逆転する前に、彼女の後ろにフアニータ・ソリスを見ていません。そして、フアニータは病院に入院することになります。キースにガールフレンドがいることを知ったとき、彼女はレネ・ペーリーとクラブに行くことに同意しました。彼女はキースが彼のガールフレンドと別れたことを知ります。 しかし彼は代わりにレニーと一緒に家に帰ります。ブリーは彼らの夜を妨害し、最終的にキースに日付を尋ねます。これにより、ブリーとレニーのキースを巡る戦いが始まります。後に、ブリーは、キースの父であるリチャード・アトソンに、彼女はついに離婚したとだけ言った。これを知って、ブリーに感情を抱いていたリチャードは、代わりにブリーを持つことができるように、 ブリーとキースの関係を破壊するための動きをしようとします。キースはブリーにプロポーズしようとし、2回目の失敗の後、キースはブリーとの関係に疑問を提示始めます。リチャードはブリーがオーソンとの離婚後、彼女の実際の感情からの転換として、彼を使用している可能性があることを警告することによって、キースの心を操作します。その結果、 キースはブリーを避け始めます。リチャードはそれから突然ブリーにキスし、彼が去った後、ブリーはキースに父親が彼らを引き裂こうとしたことについて、すべてを話します。その後、キースはこれについてリチャードと対峙し、彼と争いましたが、ポール・ヤングがミステリア通りに元受刑者のためにハーフウェイハウスを開く計画に反対している暴動者が二つの戦いを見ると、彼を 元受刑者と間違えました彼の入れ墨と、元受刑者のような服にそして、キースを打ちまかし始めます。ブリーは空に銃を発射することで戦いを解散させ、これは、ボートと中途半端な家の支持者の間で同様に恐怖とパニックを引き起こし、これは暗殺の試みであると考えて逃げ出し、暴動は制御不能になります。オーソンが戻った時、ブリーは投げられ、 ガールフレンドに捨てられたと主張した。キーズはブリーがオーソンを彼らと一緒に留まらせようとしていることに腹を立てている。夕食の席でオーソンはキースがブリーにとって良い選択だとは思わないことを明らかにしました。彼らには共通点がなくオーソンは彼女をもっと理解していて二人はお互いに食べ物を投げ合っています。ブリーはオーソンのもとに会いに行きます。 彼はオーソンがまだブリーに恋をしているので、彼女と別れた人だったことを明らかにします。彼女は彼に立ち向かい、オーソンは彼がどのように感じているかを告白し、ブリーはキースにとって良すぎると考えています。キースはブリーがオーソンに彼らと一緒にいてほしいと言い続けていることに腹を立て、彼女はまだオーソンに恋をしていると言った。ブリーは肥料で覆われた芝生に彼を押し込み、 自分がどれだけ変わったかを証明するために自分を怪我すことで応答します。キースの古いガールフレンドの一人がやってくると、ブリーは疑わしく、女性がキースの息子を育てていることに気づきます。彼女はキースに子供たちについて研究します。キースは彼が父親の資料であるかどうか確信が持てないようです。ブリーはガールフレンドのところに行き、 キースが子供を知りたくないと嘘をついた。キースは欲しいものを守るためには冷酷でなければならないと言ってバラを切っていることに気づきます。ブリーは後で彼女にお金を貸すために女性に会い、彼女が息子をブリーの世話に任せるとキースはピザ屋に立ち寄ります。キースと少年が即座に絆を結ぶのを見てブリーは罪悪感に打ち勝ち、少年が実際には 彼の息子であることをキースに告白します。キースは必死に息子と一緒にいたいと思っていますが、ブリーを離れたくありません。彼はブリーと一緒にフロリダに引っ越すという考えを提案しますが、彼女は家や友人を離れることを拒否します。翌日、ブリーは最終的な決定を下し、キースに息子のためにフロリダに行かなければならないと告げます。 彼女は彼らの関係を規制にし、キースは去ります。ブリーはアンドリューが再び飲み始めたので、夫が彼を離れることを発見しました。彼女はアンドリューにリハビリをするように進めますが、彼が母親に従躙することについて、カルロスに話すことによって、償いをすることに決めたとき、不快感を覚えます。カルロスがアンドリューをキャンプ旅行に招待するとき、 ブリーとガブリエルは最悪の事態を恐れて彼らに従います。血まみれのタオルと汚れたシャベルを持ったカルロスを見て、ブリーは息子がキャビンに入る直前にアンドリューがしたことをぼんやりさせます。カルロスはこれに憤慨しているが、最終的にアンドリューを許す。しかし、ブリーが告発を迫っていないことを彼に感謝するようになると、カルロスは冷たく彼女に ここ数年真実を隠したことを許さないだろう。そして彼らはもはや友達ではなく、彼女とギャビーはもはや友達になれないと言います。ブリーは、ギャビーがブリーとの友情を終わらせないことを彼に告げた。あと、ギャビーがカルロスを去る時、ギャビーと彼女の娘を彼女の家に連れて行くことになります。ソリスが、ブリーに滞在している間、彼女は仮釈放されたフェリシア・ティルマンをチェックするために、 ミステリア通りにいたチャック・バンス刑事と出会った。ワニータ・ソリスは警察に電話し、ブリーが彼女とセリアを殺そうとしていることを伝えます。チャックはブリーの家での電話に応答し、カルロスはすべてを整理し、女の子が彼が彼らに言ったことを誤解したと説明します。チャックは去って、ブリーに彼の番号を与え、ソリスはブリーから出てカルロスと一緒に戻った。チャックは 後で、ブリーに電話を受け取っていないので、彼女がそれを失ったと思った後、再び彼の番号を与えるために戻ってきます。その後、ブリーはその夜彼とデートすることに同意し、ブリーがこれをレニーに伝えると、レニーはチャックの身元調査を実行し、ブリーにまだ結婚していることを明らかにします。夕食時に、ブリーはチャックにこの情報を提示しますが、チャックは、 彼女の身元調査も行ったと彼女に報復し、ブリーの過去をより意識するようになります。気分を害したブリーは突然デートを終え、チャックが家を運転すると、チャックは通りで売春婦を捕まえ、彼女を女性センターに連れ戻します。そこでチャックは売春婦に、ブリーがかつて売春婦であり、学校に行って新しい葉をめくったことを明らかにするふりをして、人生を変えることができると言います。 大規模なケータリング会社。チャックの誠実な言葉に感動したブリーは、チャックに2回目のチャンスを与え、2人はその後別の日に出かけることに同意します。スーザンがミステリア通りに戻ったことを祝う、プログレッシブギナーパーティーの最中に、ブリーはギャビーの家に足を踏み入れ、カルロスがギャビーのママ父であるアルハンドロペレスを殺害したことを発見しました。 彼女はカルロスを保護するために殺人を隠蔽するという決定を先導し、こうして彼の母親のひき逃げについての秘密をそれらすべての年の間保つために彼の許しを得ました。アレハンドロの殺害を隠蔽するという彼らの合意に続いてチャックとのブリーの関係は苦しみ始めます。彼女は彼が自分の関与を発見することを常に妄想していることに気づき、 彼の気をそらす方法として、セックスを使用します。その後、彼女は、メアリー・アリスが自分を撃った時に受け取ったものと全く、同じメモを受け取ります。それから彼女は、ポール・ヤングの助言を求め、彼がそれを送ったのかどうか尋ねました。ブリーが彼の過去について、彼を、まだ判断するかもしれないという事実に腹を立てて、彼は彼女を追い出します。しかし、彼は、後で、 彼女に電話をかけ、他の主婦に、彼女のメアリー・アリスの運命を免れるように言うように、促し、彼がメモについて話した、唯一の他の人は、マーサ・フーバーの死を調べていた警官、チャックであったことを彼女に明らかにします。最初は疑わしいが、ブリーはプロポーズしようとした時にチャックと別れることに、した。彼はそれをうまく理解しておらず、彼女は大きな間違いを犯していると彼女に言った。 ダニエルは夫に捨てられて戻ってきました。ブリーは娘がお金を稼ぐために大人のブランコを売っているのを見つけるまで最初は協力的でした。アレハンドロを隠した罪悪感で教会を避けたブリーは炊き出しでベン・フォークナーを助けると確信している。通りすがりの大学生が彼女の料理を絶賛するとき、キッチンはすぐにホームレスではなく一般の人々の家になり、ブリーは それが間違っていることに気づきます。彼女は皆に去るように言い、これがどのように恵まれない人々を助けることを意味するかについてスピーチをします。ベンは感銘を受け、ブリーに市議会にスピーチをして、ベンにフェアビューにホームレスの避難所を建てさせるよう説得しました。ブリーは最初、助けてくれて嬉しくて、ベンが着手しようとしている場所が女の子たちが、 アレハンドロを埋めた場所だと気づいて、ゾッとしました。彼女、ガブリエル、リネットは体を掘り起こし、体がなくなっているのを見つけました。ベンは彼がただの漂流者であると思って、それを以前に見つけたことがわかりました。そしてブリーはそれを静かに保つのを手伝うように彼を説得します。しかし、ブリーはすぐにチャックが疑わしいことに気づき、 女の子が何をしたかを証明するための手がかりをまとめました。圧力はすぐにブリーを彼女の飲酒を壊しそして彼女自身に飲み物を注ぐように借り立てます。チャックはガブリエルのママ父の失踪を深く掘り下げ始めます。ガブリエルはブリーにチャックが質問のために彼らを連れてきてブリーがスナップして彼女をモーテルに向かわせたと言います。彼女が到着すると 彼女は自分の部屋のテーブルに座ってワインのボトルと銃を引き出しメアリー・アリスの精神と話し始めます。ブリーは私は不幸ではないと答えた自殺した後彼女が幸せかどうか尋ねる。ブリーはレニーがドアを蹴った時ブリーがベンと一緒にいると謝って信じて自殺する準備ができています。叫び彼女を殴ると脅し彼女に ナンシー・レーガンのネグリジェのスカンクに過ぎないと言った後、レニーは銃とメモに気づきます。それを読んだ後、彼女はブリーを家に持ち帰り、彼女が大丈夫であることを確認するために、そこに留まります。レニーが友人を死なせないと言った時、ブリーは彼らが完全な友人ではないと指摘し、レニーを傷つけた。彼女は自分の母親がどのように自殺したかをブリーに告白し、 ブリーに、それが道ではないことを見せます。ブリーは最初は幸せですが、チャックがひき逃げで殺されたと聞いた時はもっと幸せです。しかし、メールボックスを開くと、どういたしましてというメモが見つかりました。レニーはブリーをバーに連れて行き、少し生きるように進めると、ブリーは家の所有者が帰宅する前にプールに、全打水泳をしている男性と一緒に行くことになります。 ブリーはすぐに一連の男性と一緒に寝る予定であり、牧師は彼女の行動について心配します。ブリーは自分が間違っていることを示すことを決意し、恋人の一人に会うベイクセールにやってきましたが、彼が結婚していることに気づきました。カレン・マクラスキーがブリーが実際にどのようなものかわからないと言ったとき、ブリーは新しい街の女としての彼女の評判を守ることにしました。 ブリーはすぐにベッドホッピングをして、ちょうど2泊前に家に帰ったことを思い出せずに、バーで男性にぶつかりました。レニーがブリーをバーに連れて行くと聞いたとき、彼女の友人は介入を試み、その時点でブリーは沸点に達し、最近、友人に似ていない行動のために彼らを爆破します。バーで彼女は男性に近づき、彼女がどこまで倒れて、 家に帰る準備ができているかを理解します。男は彼女を駐車場まで追いかけ、車椅子に縛られたオーソンに邪魔されるだけでブリーを襲うと脅した。彼はテーザーを使って男をノックアウトし、ブリーに友達に助けを求めたと言いました。彼らが一緒にうまくやったことが一つあるとすれば、それはお互いの混乱を片付けることでした。オーソンはすぐに 女の子たちがまだ彼女に腹を立てていること、そして週末に彼と一緒に去ることをブリーに納得させます。ブリーが知らないのは、オーソンが何ヶ月も彼女をストーカーしていて、女の子がアレハンドロの体を埋めているのを見て、彼は彼女を取り戻すための彼の歪んだ計画の一部として、ブリーにメモを残した人だったということです。ブリーは、 オーソンのアパートを訪れている時にすぐに真実を発見し彼が彼女のために全てをしたと主張しているにもかかわらず彼女は彼とは何の関係も望んでいないと言います。オーソンは後で彼女に電話し彼らの愛には犠牲が必要であると主張しブリーは彼が自分自身を殺すつもりだと信じています。代わりにオーソンは証拠のフォルダを フェアビュー警察に郵送します。アンドリューがメアリー・ベスという女性と婚約して帰宅すると、ブリーは驚いた。彼女が相続人であることを知って、ブリーはアンドリューがちょうど彼女のお金のために彼女と結婚しているのではないかと疑っています。メアリー・ベスはブリーに、アンドリューが同性愛者であることを知っているが、恋に不運だったので彼と結婚する用意があると語った。 ブリーはメアリー・ベスに彼女を本当に愛している男を見つけるように説得し彼女はアンドリューと別れた。アンドリューはお金のチャンスを失うことに腹を立てていますがブリーは彼に彼女と一緒にいて彼の足元に戻る彼女の助けを受け入れることができると言います。その間警察はブリーとキャビーのまま父の殺害と彼の隠蔽の助けを疑うようになるので 彼らは彼女が容疑者の一人であるという証拠を得ようと慎重に踏みます。彼らは彼女にインタビューし、彼女はそれとは何の関係もないと言います。しかし彼女がお茶を飲んでいた時、彼女の指紋はマグカップにありました。警察が体に見つけた指紋とブリーズカップの指紋が一致している。警察はまだアレハンドロの殺害について便に話しに行きます。 ベンはブリーの秘密を守り、警察は指紋以上の証拠なしに去ります。しかし、彼らはそこで止まりません探偵は、アレハンドロの殺害に関する、その夜のブリーからベンへの呼びかけを追跡し、それを記録します。ブリーは身を守るためにボブハンターに法的助言を求めますが、彼は彼女に犯罪弁護士が必要だと言います。彼は、彼がサメと呼ぶ。 弁護士トリップウエストンを推薦します。ブリーは裁判にかけられるが、トリップにすべての真実を伝えず、マクラスキー夫人がアレハンドロの殺害を告白するまで刑務所に行くところだ。ブリーはすべての容疑で無罪となった。結局、ブリーはトリップと結婚し、ケンタッキー州ルイビルに移り、保守的な女性のためのクラブに参加します。その後、 彼女はトリップによって市議会に立候補するように勧められ、翌11月にケンタッキー州議会に選出されました。ありがとうございます。